方向大総言教は、大乗仏教の経典の一つで、釈迦の構成から発天望林に至る前半世を記したもの。大正新修大蔵教では巻さんの本演部に収録されている。方向大総言教より早い時期に歓約された広子行も、基本的には同内容だが、かなりの違いがある。釈迦の場外は、マハヤバストや、 ブッダチャリタなどにも記されているが、方向大双言教は、大乗仏教の立場から述べられた仏伝であることに、特徴がある。また、釈迦の起こした多くの奇跡に重点を置いている。サンスクリット本、ラリタビスタラは27品から構成される。ラリタビスタラとは、大規模な遊びを意味するが、遊びとは釈迦が起こした様々な奇跡を指し、漢訳の序本でも、 方向人数遊戯大総合訪問と呼んでいる。大規模なとは、記述が詳細であることを意味するとも、大乗の教えであることを意味するとも取れる。チベット語訳はサンスクリットに忠実である。漢訳には、軸法ゴが308年に翻訳した、広仕様教八巻30品と、千葉からが683年に翻訳した、方向大総本教12巻27品が、現存する。 方向大双言経はサンスクリット本に近いが、広子用鏡は品の分け方以外にもかなりの違いがあり、特に方向大双言経で初典が釈迦に出家を促す音楽発語品と天方林品の一部を広子用鏡には書く。サンスクリット本は発展暴林で終わっているが、漢訳ではその後にカピラバストに帰郷する部分が続く。ジョン・ブラフによると、 広子用行の言語はサンスクリットではなくガンダーラ語であった。それは42字門の10番目に心を当てていることからわかるという。リチャード・サロモンによると42字門自身がカローシュティ文字の文字の順序であるという。1860年にフーコーによってチベット語からフランス語に1874年にレフマンによってサンスクリットから ドイツ語に翻訳されたのをはじめとして、西洋諸言語の翻訳も存在する。菩薩は、土卒店で諸店と共に生活していたが、楽器の音によって、自らの使命を思い起こし、魅力に後を託して、マヤ夫人の体内に入り、ルンビニーで生まれる。菩薩が寺院を訪れると石像が立って迎え、学校では、優れた成績を示して、死を驚かせた。王子として何 不自由のない生活をしていた菩薩は、しかし四門出遊を契機に出家を決意した。ここでも菩薩は、死より優れていたため、死の教えに満足できず、自ら六年間の苦行を行う。しかし苦行では悟りを得られないと知り、菩提樹の下で禅定に入る。悪魔の誘惑を退りけて上道してから七週間は、言葉を発しなかったが、諸賢の求めに応じて、六夜園で説法を行う。 ボロブドゥールのレリーフより、方向大荘厳教に記述されている、菩薩の起こした様々な奇跡は、ガンダーラ、アジャンター石窟群、トンコウなどの仏教美術の題材として使用された。また、ジャワ島のボロブドゥール遺跡の第一、回廊主壁上段のレリーフ120面は、方向大荘厳教に基づいている。ありがとうございます。